はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、姉さんです。ということでね、姉さんがお送りするワンピース海賊無双4、前から2からやっていきたいと思います。はい、死に場所を求める。はい、ということでね、死ねねえもんだなということで、どんな強者が出るか楽しみでございますよ。空島から落ちても死なないけど、私が行くよ。まあね、私はオールマックスなんで。あ、ほんまや、いつの間に。あと技だけなんですよ。ちょっと強化できるかな。世界最高の戦争、わかんない。多分メダ、あのギザギザのメダルがあるかないかじゃないの、いるのが。ちょっと見てみ、あまり必要性を感じない。いきなりスモーカーいるじゃん。カイドいるわ。どこにも見たい。私も出るよ。おう、なんで無視していこうと思ってんの、スモーカーを。どうしてくれるかなって。バカ野郎。スモヤや、めんどくさいんだよね、一番、なんだかんだ。改めて俺を処刑してみろ。やるだけ無駄だろう。滅びで取る。で、スモヤ、私がリンチしてる。ちょっとうちの若い衆どこ行ってんの、あれ。あのマンモスと、知らんわ。マンモスと、マンモスと恐竜は、あいつらがいるかなと思って来たのに。赤い動画2人より邪魔よ、もう本当。ここでくたばるわけにもいかねえ、撤退だ。そんなんだからろくに処刑もできねえんだ。そういうことよ。これが百獣を束ねる。お前じゃないのよ、ベラミー。ベラミー、うちだったっけ。ベラミー、うち。まあ、ドフラミンゴの下やから。まあ、うちや。ベラミー、いらないよ。今、ザコいらない。近くで出たよ。うん、それ違うの。待たせた。あとはわしに任せておけ。そんなザコいらないのよ、もう今更。キリンが出てきたけど。宝箱見つけた。いや、まだ、まだ、宝箱はまだやる。ちょっと、なんとか死に行ってよ。どこに。パク。あ、通り過ぎとった。邪魔だて。こっちやろ。何、もう、ただのキリンさんがよ。私はゾウさんの方が好きなんだよ。昔の CM や。ギフターズを指揮させるのも、ほんとギフターズ程度なんだよ、あんたら。だから勝てないの。じいちゃん、じいちゃんおるよ。じいちゃんよ、ええ、じいちゃん、じいちゃん動くな。じいちゃん、うん、もし言えるかの。あんた大将より強いでしょ。宮殿様見たわ。はい、もうあったかく、ゾロにすら勝てないようなやつが私に勝てるわけないでしょ。これは叶わない。ゾーン系もその程度。ギフターズと本当そうよ。なんだったらジジイの方が強えよ。負けねえべ。いや、お前味方じゃないって。ポピーが来た。ポピーも見えないんだね。おじいちゃん倒して。今日のところは負けといてやるわ。なんでバルトロメウチのとこにいんだよ。コビー、お前じゃ勝てない四皇には。だからお前じゃないのよ、私が欲しいのは。出てきてほしいの。カイドウさん何やってんの、ここでずっと。カイドウさん誰と戦ってんの。何そのちっちゃい小競り合いやってんの。あ、イオンさん、そう言えよ。奇跡の人、はい、奇跡の人。ゼニの師匠と神がいるじゃん。
てきた男だ。ゼニの師匠と神が剣山してるじゃん。もういいって。だからギフターズ程度の、これより加勢する。ギフターズの方が強いんじゃない。はい、ここ私の陣地。お前は何やってんの。その程度でよく俺に挑むと思った。やるじゃねえか。誰に言ってんの。ヤタの鏡カイドウにやるじゃねえかってどういうことよ。カイドウさん、さん付けだろ、こら。あ、クマ。あ、ダメだ、めんどくさいのがいる。うーわ、あ、カイドウも来たやん。もう、ホキバーストになってよかった。クマと、ちょっとお前邪魔だな、パシフィスタ。でも私の方がでかい。あれ姉さん押してない。何も押してない。 PS ボタン、 PS ボタン、うん、押しとんか。押してない。ちょっとクマが邪魔だな。はい、終わった。うるせえ、このギフターズぐらいが来い。もうこっちに張り通してやるよ、この野郎。知らない。なんかいいってもギフターズは。あ、いった。そう、赤いね。敵もバカじゃない。はい、終わり。本気バース終わってもぜ。いいだ。今日やってくれたベルね。バタースーカーメン。忘れんじゃないわよ。絶対忘れへんし、わさびカメン。はい。確かに。で、どうした。え、赤犬で終わりもしかして。もう赤犬で終わりじゃないの。本気バースト。お前がマグマ使いでもこっちも吐けるんだよ、その程度の。もうウロブレスじゃなかったっけ。あれどこ行った赤い。あれ赤いのは助かったぜ、ありがとうよ。見栄えがいい場所行かないとね。俺も一緒に戦うぜ。見栄えが悪いな、これ。シャン。この勝利、あのお方に捧げるべ。ルフィ先輩。そう。まあまあじゃないの。出てこなかったし、カイドウ軍ほとんどいなかったじゃん。思った？あ、ベラミーレベル上がったで。ベラミーいいよ。ベラミー私必要じゃないのよ。あ、もらえて。一応お肉をもらえたね。お肉もらえて。私技増えんのかな。どうだろう。え、お肉今までもろたことなかったっけ。いや、いっぱいあるよ。けど結構いろんなキャラで使っていくから。あ、やっぱりね、まあ今あのアニメ版としてはね、あのマルコがね出てきてますんでね。そうやな。マルコを使うのもまた一つかもしれないねっていう、そんな回でございました。 あそう。また次からね、また戻って。戻んの、ここ戻っていいんじゃないの。いや、どんどん行きたいとこあるんだったら行ってもいいけど。いや、でもあの悪魔の実欲しいな。あのメダル、悪魔の実とログフォースね。もうがないとキザルの能力が上がらん。まあね、その辺はお任せですが、これそれで多分技が1個解放されると思うね。いやー、でもレベル17やで、ここ。うん、それだから最後だって。最後それ18、もうそれしかないんだから。でも多分まだ増えるんだと思うんだよね。カイドウとかまだ出てないメダルもあるんで、まだ増える。
多分まだ少し増えるのかなと思ったりするんですが、まあ次はこれや。はい、まあじゃあ今回締めていただいて、はい、では今回の動画少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニーの方がやっておりますバイオハザードビレッジ並びに地球防衛軍 4.1 で、私の方がやっておりますバイオハザードビレッジで、ゼニーの方がねスタンダードでやっておりまして、私の方ハードコア、この動画の頃はまだハードコアだと思います。あ、そう、はい、ね、まあ、その後ね、あのビレッジオブシャドウという最高難易度でやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、で、あとですね、私とゼニーの方がね不定期開催しておりますデーモンズゲリラライブ、こちらの方バイオハザード1になっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。